はい、どうも、不明瞭です。今回ですけど、イデアを使ってですね、スペシャルステージやっていきたいと思います。イデアはね、2段階消去で消去数多いんで、まあ、いけるんじゃないかなと。で、まあ、消去数多いし、ループも割とできると思うので、まあ、ちょっとそこを期待しながら。そんな重いか、これ。これこそジャイロ使った方がいいかな。47消去はでかいね。ほい。49。クイコシ。どうでしょう。いける気もするんだけど。多分ジャイロ使った方がいいね、これ。まあでもジャイロなしでもいけそうはいけそうっすね。クリコシ。ああ、よしよしよし。やっぱ2段階消去で消去数が多いんで、いけちゃいますね、これはね。ジャイロで30色ぐらいまで伸びるんかな、これ。おい、これで6000枚超え。いいね、いいね。スペシャルステージだと、すごいね。覚醒しますね、イデアは。本当に弱かったんだけど。これさ、魔法の洞窟？違う、闇の鏡だ。だとどうなるのかな？あれ、固定消去ですよね、多分。一番弱いかもしれないですね。この消去数が変わるんであれば強いかもしれないけど。繰り越し、これループしそうじゃないですか？死ねえか。したわ。はい、これで万枚。ありがとうございます。イデアはね、おすすめですね。おすすめです。はい。2段階消去やっぱ強いな。スペシャルステージのみだけどね。はい。という感じで、以上で終わりたいと思います。また、他にもいろいろ使ってないやつもいるんで、どんどん動画出していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。